野武監督、ビートたけし主演のアマゾンオリジナル映画、ブロークンレイジ、読み、ブロークンレイジが、イタリアで開催中の第81回ベネチア国際映画祭で、現地時間6日に公式上映、アウトオブコンペティション部門特別招待作品され、ワールドプレミアを飾った。上映後、北野監督は、ベネチア国際映画祭には何度も来ているけど、今回は、その中でもトップ3に入るほど反応が良かったと、コメントした。上映前のレッドカーペットでは記者たちからの熱烈な、北野コールに迎えられた、北野監督。そして、出演者の浅野忠信と、大森奈央。公式上映が行われたメイン会場のサラグランデには北野監督の新作を待ちわびたファンで1032席が埋め尽くされた。